劉鎮下は中華民国時代の軍人。河南省、先西省一帯で活動した鎮下佐軍の統領として知られる人物。最初は北京政府、後に国民政府に参加した。字は雪屋。狂犬神帝村出身。幼年期は私塾で学び、1903年校中秋祭。新末の不正で、後に、 直令省の補定府法制専門学堂の監獄科で学ぶ。卒業後は河南省法制専門学堂の所務長を務めた。1909年同盟会に加入。1911年11月侵害革命の際には河南省の私学の身分で四日一帯を奔走して阪神活動に参加し、崩壊や有教の死と交流した。 革命派の旗郎また官軍が成立すると、竜は、貴族3000人余りを集めて、民軍を組織し、同館で、超引き入る武士軍と交戦。同軍大都督、超引きる東寺政党軍に加わる。これにより、大都督府書機関に任命され、さらに参議に昇進して、対外交渉事務を担当した。 中華民国成立後、先制陸軍第一混成旅旅長。しかし、先制軍政府は軍縮を迫られたため、長により、竜の部隊は、世西十二県に分散させることになった。竜鎮下率いる軍は、鎮下佐軍を称し、竜はその統領に任命された。鎮下佐軍とは、須瀬の近くを根拠地としたことから命名されたものである。 また、長の推薦もあって、竜は、遠征外から、与西シ観察試験鎮下佐軍統領に任命された。これにより、竜は、与西に拡挙し、勢力を確立することになった。また、革命に協力していた貴族の長治を治む子玉、死運症も、鎮下佐軍に加え、それぞれ三個路表等に任じた。1913年二次革命では、竜鎮下は、 遠征外を支持した。3月、革命派に組みする貴族、白明率いる、白狼妃が、河南西部で反乱を起こした。竜は責任を問われ、世西観察士を更迭させられてしまう。竜は、お名番会のため、小堺の、府、水関、太平溝一帯で、白明軍を総統し、高校の使者、陽太英を霊宝県にて暗殺し、木が、超、 長王とリラに当てた新書を盗んで、遠征外に届け、その信任を得た。さらに1914年8月、長おさむ子を率いる一個団をもって中央からの、くぬぎ川守る軍二個団と共に、宝居豊か戦等構えにて追い詰め、ついに白、明を廃止せしめた。竜鎮下は白、明の墓を暴き、その首を遠征外に差し出した。これらの功績により、 与西観察使の職に復帰した。1916年6月に、縁が死去して、あとは、竜は、断基髄の暗記派に組みしている。1917年9月、先生省の革命派軍人、古慶翼が、孫文の側近海人を迎え入れ、後方戦争に参加する、先生靖国軍を組織する。これにより子は、暗記派の先生特軍、 陳樹藩に対抗した。1918年2月、劣勢となった陳は、先制省庁の地位をもって、劉陳下に援軍を打診する。劉は、陳下佐軍を率いて、西安に駆けつけ、3月に、先制省庁に就任した。陳下佐軍は、段気随が7省から集めた約10万人余りの、援軍、8省を貫軍と連携。剣を攻め。 安国軍右翼戦法の第二遊撃司令、長吉康を廃止せしめた。1920年7月に安直戦争が勃発して安期派が敗北すると、それを後ろ盾にしていた陳樹藩の家には揺らぐ。そして、間もなく直霊派の第二十四市長園総文が先制特軍として赴任してきた。陳樹藩は、離任を拒んで先制省に座り続けていたが、 劉鎮火は縁に寝返って、兵玉章の第十六根性旅、呉神殿の第七子と共に、鎮の総統に協力し、先制章長の地位を維持した。鎮火佐軍は、入り戦前の千人から四千人から四万人余りへ、後1925年時点では十万人目と、勢力を拡大した。その後間もなく、縁総分が自殺すると、 第十一市市長の氷玉将が公認特軍に就任する。劉鎮下は氷に接近して、その信任を得ることに成功し、義兄弟のちぎりを結んだ。1922年4月の第一次、笹口自家戦争で、氷が河南省へ出撃すると、先制特軍の地位は劉に移譲された。後、省庁も兼任した。劉の先制治世は、 腐敗と暴力にまみれたものだったと言われ、アヘン栽培で暴利を貪さぼった。一方で教育には熱心で、1923年9月に、西安で、第二次国立西北大学創設に携わるが、皮肉にも後、劉自ら西安包囲戦で、1926年10月に、壊滅させてしまっている。1924年9月の第二次、笹口火戦争でも、劉鎮火は、 食礼派として法天派と戦い、敗下の玉を河南方面に出撃させた。しかし、同年10月に、氷玉省が北京政変を発動するという新たな事態に直面し、劉の姿勢や立場が混迷し始める。当初、劉自身は、ご配布率いる食礼派をそのまま頼みとして、氷の国民軍と戦うように命じた。ところが、は、 国民軍の方が頼りになるとみなし、独断で国民軍側に寝返り、クレを撃破して、落葉を占拠してしまう。これにより、竜も情勢に流されるまま、国民軍指示に転じたのである。しかし、同年12月、カナン特軍に任命された、国民軍副司令権第二軍軍長庫警翼と玉、との間で、河南省をめぐる地盤争いが勃発する。当初、 氷玉将は両者を調停させようとして、国民軍副司令兼第三軍軍町村学を派遣した。しかし、竜沈下との野心は深く、1925年2月25日には、先制特軍の地位を、呉神殿に任せて竜自ら落葉に乗り込み、古軍を攻撃する。これにより、3月6日に交渉は決裂し、全面対決に至った。 精鋭部隊である国民軍を率いる固経翼の方が優勢となり、3月9日には、龍鎮火は、落葉から駆逐されてしまう。さらに4月2日、玉も撃破されて受血した。こうして、この戦は、この干渉に終わったのである。龍は、三西省の城に逃走して、延釈山に身を寄せた。同年秋、龍鎮火は、延釈山の仲介を経て、 長作林、ご配布の連合のもとに復帰する。1926年1月、ご配布の内族貫根軍は、固形欲の後を継いだ竹一瞬が治める、河南省侵攻を決意、東から雲三佐後の第一軍、南から阿田栄血の第二祖寺軍が侵攻を開始した。竜は、内族 スラネ軍戦艦総事例として西からの進行を担当し、落葉の忠だ義の第三子、立古神の第十子、そして、帝州から逃れてきた竹一春の第二軍本体を攻撃し、これを撃破した。河南省昭和後、雲美佐後、阿田英傑は、省内利権をめぐって対立したが、それには加わらず、1926年4月、宣誓省に逃げ込んだ。 第二軍、第三軍残部を追い、同官から、河南省を出た。劉は、鎮火佐軍を復活させ、国民軍から寝返った朝新部、長田もつらを急合し、立古神と、陽古城ら率いる、国民軍7万人がこもる西安城を10万人もの、圧倒的な兵力で包囲したが、なかなか攻め落とすことができなかった。9月、五元受け市を行った、兵玉将と、 海里と率いる国民軍本体が反撃に転じる。翌月、竜は先生の国民軍と水園から出撃してきた国民軍本体に攻撃されて大敗した。敗走した竜は竜南自民の第10四に追われていたが、ご配布の命を受けた。でただし金の助けを受けて12月に河南省に逃げ戻り、先制省にほど近い先州にて、部隊の立て直しを図った。 しかし、竜南寺明も、近隣の豪憲に入り込んでおり、翌1月3日には、先週にも、国民革命軍第五祖司の3個、死体9000人が、相次いで出現、これと衝突した。さらに、2月8日、暗黒軍大元帥、張作林は、ご配布が武漢を奪還できないことに痺れを切らし、遠暮れを名目として、河南省進出を宣言、反林リン春。 長学良率いる、第三予報面軍、及び長総将を率いるジカロ・ツラネ軍も迫りつつあった。ご配布は法典派との徹底抗戦を主張する、グモミサゴに後を任せてゲイヤした。が、河南省保衛軍を組織すると、蝶治向は、洛陽を拠点として、西寺葬式に任ぜられ、龍も2月19日、の法典軍閥討伐声明に名を連ねているが、 同時期法典派に寝返っていたとも言われる。3月になると、竜の圧政に耐えかねた民衆が、先週や洛陽で暴動を起こし、その鎮圧に追われた。さらに4月24日、部下の満一祭、共鳴玉、李万女、女明らけんらは、国民連女軍への従属を表明した。直令派も法典派も、敗北濃厚と見た、竜鎮可は、 かつて自身が裏切った蝶や敵対した海人の説得を受け、5月に自ら雑とに赴いた氷玉賞に従属を表明した。龍の軍は国民革命軍、第2集団軍東ず軍として改編され、そのまま河南省への北伐に参加。長発系率いる第1集団軍第4方面軍第1重隊と共に上西圏に追い詰められていたグモミサゴを救出した。 6月10日の定州会議以降は、第八方面軍に改編され、開封伊東の柳川、竜村に駐屯。6月13日には、河南省政府委員にも名を連ねた。こうして、兵玉省の元駅市を果たした河南省だったが、既存の旧直令派格省と兵との間には、対立が続き、更迭された雲モ佐サは9月に、城で反乱を起こしていた。その頃、 竜率きる第8方面軍は、第2祖父として、与東の考え城に展開し、第1祖父の鹿少林、第3祖父の孫連中と共に、自家路貫軍と対峙していたが、10月13日には、共鳴玉区、梅発先駆け、玉鎮の三戸師が、方面軍副司令官の定勤性を拉致して、長総省へ離反した。動揺が広まった第2祖父は17日、 考え城を包囲された。11月3日に援軍によって海が恋されたが、16日、竜子陸の時期を連ね軍右時に撃破され、考え城を奪われた。24日、氷玉賞は六個時の大軍によって、反撃を開始し、26日に竜子陸を撃退した。1928年春、第8方面軍は引き続き大砲天派の北伐に参加。 河北で大名の役に参加した。軽心制圧後、7月15日川海戦に参加、自家ロ・連ラ軍を撃破した。北伐終了後の1929年5月22日、龍は第11掃地軍葬式として、遠釈山の指揮下となったが、兵玉省や遠釈山が、小海石と対立するようになると、龍はこれに巻き込まれることを嫌い、日本、 ドイツへ外遊した。リュウ・チンカが外遊している間に、第11ソ事軍葬式を引き継いだ弟のリュウモーンは、紹介席に寝返っている。そのため1930年に帰国したリュウ・チンカもまた、紹介席指示に転じた。11月3日、リュウは、予選進む変化、水勢ただし弁として、信号に駐屯し、縁に備えた。1932年の、 第四次中国共産党総統作戦では、劉鎮下は、予学船編区水税ただし弁として、何ように駐屯した。さらに、養栄隊の新生学派に接近したことで、1933年5月には、暗記省政府主席に任命され、間もなく予学官編区総秘総司令も兼任している。翌1934年、自ら戦線におき、関南ン系にて、 皇軍北上港日先見隊の画界に貢献した。その後、山陽への追撃は、龍門に任せて、安計に戻った。しかし、1936年10月、洋衛隊の暗殺により、龍の権威も失墜する。同月、龍は精神に失調をきたしたため、しばらく後に、軍事、政治の、各役職を退り添いた。1949年、家族と共に、 台湾に移った。1955年11月18日、リュウチは、台北にて死去、去年73。ありがとうございます。